SE コースの場合は特に英語に特化したコースですので、受験勉強ありきではなくって、まあ、楽しくで使える英語。朝は10分間の多読がありますが、自分のレベル、それから自分の進度に合わせて絵本から始まって読んで、それを記録をつけるという多読を10分間行います。毎日毎日の授業が英語でありますが、月曜日は先ほどやったフォニックスの発音練習、火曜日は People, Place and Things っていうラペットリーディングという形で内容把握だけということで、使っていきます。水曜日が、お楽しみの時間で、ビデオです。ポケット先生がナレーションをずっと撮ってもらって、でビデオを見てそのナレーションを真似したり練習したり、まあ見て笑ったりとか。このブリッジワークっていう、ワークブックなんですけれども、文法練習なんですけれども、実はすごくたくさん読み物が入ってます。 Tactics for Listening、 これはナチュラルイングリッシュで、スピードがもう本当に速い、そのままです。速い中でも必要な情報だけを取るっていう訓練をしてます。心の跡っていうのがあるんですけど、毎日日記を書きます。だから今日あったこと、思ったことは英語で書いてくる、毎日です。で、短期留学っていうのは多くて3名、少なくて2名から3名で、その学校へ少人数で入って、単独で留学をする経験をして帰ってくる。グローバルの先は何があるんだろうなと常に思ってます。だから今世の中はグローバル、グローバルって言ってますよね。で、それを追い続けてるのは遅くなるというか、もう遅い。その次に何があるのかなって、外に出ることによって違いを見て、で自分たちの良さが分かって、異なることもあるけどベースは人間で一緒だっていう、そこを理解するのがやっぱグローバルだと思うんですよ。それが分かった 人材が人の役に立てるような仕事に就けるというね。この先は英語でご飯が食べれるようになってくださいって。でそのためにも英語だけじゃなくって他の勉強もしっかりして、で海外出て行ってきちっと自分で体験をしてもらって、そして世の中出てほしいなと思ってます。 OK, please write down choose the definition. OK, 1 minute, go.